はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説2シークレットオブマナ続きをやっていきたいと思います。装備を整えてバトルスーツはですね全員分買いました。あと剣のパワーですね、これなんかね帝国の古代遺跡に宝箱があって、そこで2段階強化されて今ね正宗になってます。とあと魔法レベルをちょいちょいと上げた感じですかね。一応まあこれでマナの神殿に向かいましょう。それっ、魔法のレベルを上げてる間にキャラクターレベルもねなんか3だか4だかくらい上がってるんで結構強くなってます。マナの神殿どこだっけ、あこれか。世界はねそんなに広くはないんで、じゃあ入っていきましょう。ダメだ、入れなくなってる。どこか他に入り口を探さないと。いけねえのか結局。飛び越えろやこのくらい。こいつらはなレベル上げ段階で散々戦ったからね、ちょっとシカトしていこう。兵士がいる。下へ降りていけばいいのかな。おお、なんかスコーピオンみたいになって、こっち行けなくね。え、多分こっち行けないよね。逆側かな。こっちからもう降りられるね。あ、アブソブ野郎がいる。超やだあいつ。え、こいつこんなところにいるの。うん、どっかから上陸しないといけないんだけど、アブソブ唱えてんね。やだやだ、レベル7とかさ。あれ、魔法跳ね返したって。カウンターマジックを使ってねレベル上げてたんですよ、ドリアードの。よかった。上に宝箱ある。この変なサンゴ礁みたいなやつ何なの。あ、いけない。炎で壊せるかな。あ、壊せるね。一応流されるんだこの滝は。よし、ブーメランって言っても来たばっかりだかんね。これで帰るのは痛え。痛くはないか。え、斧にしとく。え、何この青とかと関係あんの。全てを破壊する。とりあえず破壊しよう。戻っちゃったよ。え、何どういう仕組み。うおうおお、火だるまになってしまった。お、390生きてる。まだ生きてるか。エアブラスト、このレベル2。ギリギリ倒せなかったんだね。あれ音楽は、あれ音楽変わった。え、どっから音楽変わった。突然音楽変わったよね。あ、そういう、もともとこういう音楽なんだ。よし、魔法を跳ね返したって。こっちでいいのかな。なんか左右とか抜けそうだったけどな。カウンターマジック、結構カウンターマジックを唱えてくるやつがいるね。こっちね攻撃ね意外に強いんだよね。ブラウト、ポポイか。回復させとこうかな。100くらい。こいつらは初めて見るやつらだ。バジリスク、
下手にミスるからな。回ミスると、結構ヒットポイントあるね。あいつ流されてたよ。流されてったんだけど、ダッシュでいけない、逆らえない流れに。あー、スイッチがあった。あれを押せということか。待って、これやつかいけんの。敵が多いね。バジリスクもなんか青い炎入っているよ。いつの間にかかかってたし。あれ、コカトリスもいるじゃん。めんどくさいな、敵を倒していくのが。それにさ、バシバシ当たんないからね。バジリスクには炎効かないか。もうミスだらけなんだよ、とにかくこれ。当たんないしさ、どうなってんの。いまだにこの当たり判定がわからないんだけど、こんな長くやってきて。サラマンダー当たるか。1だね。が全然終わんねえな。ちょっと待ってね、技を変えよう。何がいいんだろう。シェイドとかさ、全然使ってないからね。こいつはね、レベルまだゼロなんですよね。フリーズにしとく。おわ、ヒッタルマー、ゲッ。カウンターマジックを使ってくれる。アブソーブ、このアブソーブマジやだ。水の流れを止めないとダメか、やっぱり。こいつはここにハマってんな。よし、宝箱パックンチョコ、ちょっと一回回復しよう。あー、そこにもスイッチがあるね。いけないんだよね。いいね、レベル4。一個ずつこなしていく。ここにいるのか。いやー、早急に倒そう。魔法で倒そう。どうなの。安定地さ、踏む必要なくないか。右側も特にないしね。敵は殲滅してあるから、まあ、ある程度楽か。これ左側なるべく逆らおう。逆らいながらって危ね。ちょっと斧やりづらい、出が遅いから剣にしよう。あっ、で上行くんだ。次右側にあったよね。ここか。まだ、ちょっと待って、アブソーブがいる。フリーズの方が早い。あっ、流されちゃった。あいつも流されてった。あれ、右にあった。オッケー、まあせっかくだ、倒していこう。どういうマジックバージョンピラかわからん。アブソーブ連発しすぎだろう。44レベル。
みんな44レベルになるな、一気に。マジックパワーが回復したのは、でもでかい。あれ？ちょっと待ってね。例によって、ディテクトをかけよう。中ボスといったところか。3800。あちい。火に弱いの？ヒドラのくせに火に弱いの？サラマンダーで行こう。まあ、ファイアポルティでしょ、別に。え、なにこれ？渦潮。石って何？頭1個。ちぎれたんだけど。ちょ、強っ！ 500 とか異常なんだけど。ファイアボールで500ってコスパ良すぎだろ。アホらしいよね。あ、復活してる頭が。時間経つとヒットポイントとともに回復するのかな。そういうことはない。頭とかあった？そんなことないよね。普通に倒した。無知。あれ、皇帝がいるじゃん。来たね。今度こそ私が息の根を止めて差し上げるわ。覚悟なさい。右一般兵になってるし。やめんか、花子。今はそんな小僧どもに構ってる暇はない。マナの要塞さえ手に入れば、そんなガキどもは共和国の奴らともども島ごと吹き飛ばせる。先を急い。結局さ、四天王的な部下がいなくなってったからさ、一般兵になり変わってるよね。必ず私が葬って差し上げるわ。必ず。こいつから恨み買うようなことしたっけ、ファウナッハ。何も見えない。急がないと。なんかしょうもない時間稼ぎされたな。あ、めんどくさいな。魔法唱えようと思ったけど、ダルマになってしまった。ルナの魔法にしてさ、あの攻撃力とか上げるやつやった方が効率いいのかな。これさ、しかもさ、またやっちゃったよ。判定がね、厳しすぎるのよ。無視しよう。戦いづらいところはストレスがたまる。なんなのもうこの。ちょっと待って、ちょっと待ってね。もう普通に一回クイックかけよう。クイックで命中率も上がるはずなんですよ。回避率がアップしたとしか書いてないけど。ほら、当たる当たる当たる、めっちゃ当たるよ。やっぱりクイック左にしようか。こう切れるの早いね。あ、回復はもうそんなに使わないから、ミスるよ。クイックにしよう。3人にかけてこう。エクスプロードも食らってんね。クイック使うとでもだいぶミス減るな。めっちゃ減るね。クイック必須だな。もう切れたよ。あ、デフォルトでさ、当たるやつは別にいいんだけどさ、
ここに来てようやくこのクイックの有用性を。クリティカルも2人か。エレベーターがあるよ。エスカレーターか。あ、これ右とか行けんの？あ、行けないか。ちょっと弱えな。デーモンヘッドってでも闇の神殿で出てきたやつだからレベル低いんじゃない？OK！ 電磁バリアみたいなのが。え、どこだ？あ、こっちか。で、こうやって行けと。左行ける？あ、どっから来たっけ？こうか。あれ、また。あ、こっちだか。一回、クイックかけよう。クイックのさ、この、魔法をかけてるモーションがちょっとめんどくさいんだよね。怖くね？待って待って待って。攻撃効かないとかある？はいや、全員にかけるとめちゃ速いな、切れんのが。もうちょっとノームの魔法のレベルを上げていかないといけないんだな。メタルスポーツよ。500。うーん、こっち入れるね。とりあえず入れるところから入っていこうか。え、どういう部屋これ。お、なんだワッツがいるぞ。お前どうやって来たんだよ。待ってたよ待ってたよじゃねえよ。なんかバトルフリスビー、名前はなんか。お、これもいけるか。これ何？巨人の槍。モーニングさん、ハンマーフレイル。なんかさ、見た目変わってなくね？お、なんかみんないる。敵から秘密の暗号を入手した。4色スイッチ RBYG。 何のことだろう。レッド、ブラック、ブルーかな。レッド、ブルー、イエロー、グリーン。レッド、ブルー、レッド、ブルーなんだっけ。レッド、ブルー、イエロー、グリーンか。ここは我々に。みんな無事でよかった。怪我はない？無理しないで。ほら、回復しておいてあげるよ。いや、回復はヒットポイントだけか。マジックパワーも回復してほしかったけど、まあ、ダンジョン内だからしょうがないか。そこまでの贅沢は言えない。敵が復活してる。ちょっと左のやつはサラマンダーで倒そう。もうなんだかわからん。またエレベーター。こいつ強いんだよね、メタルクローラーとかいうの。おお、火だるま。火だるまさ、動けなくなったらちょっと面倒くさいよね。わあ、カウンターマジックか。そうだ、そんなん唱えてくるよ。敵がいる。1って何？ガントレット。あいつ倒せっかな。ダークナイト死んでもらおう。うわっはね返された。ひどいジェネラルを倒す。アイテムで回復していくか。な、マジで当たんねえんだけど。ようやく当たるようになるな、これで。あれ、あいつまだ倒ってないか。よし、レベルが、あ、レベルは上がってない？レベル上がんなかった？音的にレベル上がったよね。右の方、あ、
技レベルは上がったってこと？コカトリスヘルム。いや、なんか結構アイテム的なものが手に入ってるね。なんだこれと思ったらいけねえじゃねえかよこういう段差とかさ、こいつは登れないからねちょっとシカトしてこう。まず1体ダークナイト排除する。あれダークナイト弱いからな、意外に弱いよね。これ降りていいの？降りられんの？そもそも降りたら登れないよね。でどうやって壁貫通してんだよ。聞くか455。降りたら最後登れない。あ、見てくれた。これさ、多分ここ降りたらさ、あ、まだあれか、大丈夫か、さっきのところに戻されんじゃねえかって。いえー、なにこれ、こいつら攻撃があんまり効かないから一回降りるか。ん、どうなってる。こいつはファイアボール担当。どっからファイアボールなんだ。カウンターマジックが誰がどう発動したんだ。マジでクイックとかさ全然違うんだけど、やるだけで。ノームの魔法をもうちょっと使い込んでおくべきだった。あ、でも一人にかければ切れた意外に大丈夫かなと思ったら全然ダメだったわ。アンチマジック使ってんだっけ。大丈夫か。最近のやつはね、アンチマジック使って使うね。魔法で援護してくれ、とりあえず。あ、これ降りていいの？降りるしかないか。これなんだ？ああ、多分4つのあれだな。これ多分プレイステーションのさ、あれに、なんだっけ、黄色とかねえし、レッド、あ、なんだこれ。適当にできたもう何が何だか分かんなかったけど、適当にやったらいけた。おい、クロード、こいつらもな、クイック取らないとおかないと当たらんからな。うおー、もろくなってしまった。魔法切れ早すぎでしょ。だからもう一回取られる。攻撃も仕掛けとこう。あ、効かねえ。こちらファイアボールだ。攻撃もあんまり効かないな。そしてもう魔法が切れた。相手にするだけ時間の無駄か。いけ、そりゃ20とか。すごいなバシリスクは後ろにサッと回避するよね。これさ50% くらいしかないよね。魔法のくるみか、もったいないな。
だにまだの進展は結構長いね。これ降りちゃったけどさ、大丈夫？適当に。あ、なんかいろいろ、あ、ここか。色は。ちょ待って。ガムシャラムみたいなの。待って。一応、書くとこ。強い、攻撃力が強い。しかしクイックさえかければこっちのもんよ。レッド、ブリュー、グリーン、イエローじゃなくて、間違えた。なんか言ってんのとやってんのが違うんだけど。こいつマジで攻撃効かないかな。アンチマジックを使われる前に魔法で対処しよう。これ硬そう。どこが開いた？ところで、こちら変だっけ？あそこか。もうちょっと仕方していこう。あれ？違う。ここは来たよね。ゴリ押してるけどさ、強引に戻ってきちゃったよ。戻ってきちゃってさ、しかもこれ上登れねえし。どこが開いたんだ？全然違う。全員仕方していこう。なかなか複雑だね。どっかの電磁バリアが開いたと思うんだ。こっちはまだ復活してんのか。こっちの方かって何かあるの？どこが開いたんだ。ここを下行ったら、あ、でもここを下に行ってさ、ショートカットしてさ、さっきの電磁バリアが開いてるっていう感じかな。左に行って、どこだっけ。ここに来て、あ、これさっき読んでも上だもんな。え、どこ、本当にどこ。そして結構減ってきたな。パックンチョコ食うか。よし、こっち、こっちが開いたの。そうか、こっちか。で、また行けるとこないかな。長いね。あー、もう使おう。クイック必須、ほんとに。一回ファイアボールも備えておく。こいつはなんかさ、いいアイテム持ってないのかな。強い、さすがに攻撃力が高い。あ、しんどそう。うわ、魔法切れるのが早いよ、ほんとに。うお、ダメだ、このクイックかけよう。結局急がば回れっていう感じだからな。ダックジェネラルがさ、なんかいいアイテム持ってたよね。魔法切れた、レベルアップ。ロイヤルゼリー、多分レアアイテムなんだろうな、さっきのなんちゃらは。待って、クイックかけなくては。よし、もう意外レベル3だもんな。いや、強いぞ。しかも雪だるまになってしまってる。早い、魔法切れるの早いな、マジで早い。こいつまだ生きてるし。ここで、もうちょっと近づかない。クリームが攻撃してくんない。よし、宝箱取った。ロイヤルゼリーか。お、なんかなんだこれ、電車。
いきなり電車が出てきたんだけど、昔の古代文明の電車かな。死人みたいなのが出てきた。グール、一回全体にハイボールかけよう。ハイボールの僕たち弱い、グール弱いわ。え、弱いってことはさ、あんまり経験とか持ってない、もしかして。倒すだけさ、だ価値なし。ちょっともう一気に走ってる、今電車走ってんね。さっき止まってたのに、ここにこいつがいる。カオス操作ら、ダメージを与えているから倒しちゃおう。よし、一回出てきた。待って、あれ、あ、結構かかったか。こいつらな、攻撃通らないからな。クリティカルヒットが出ればまあまあまあ当たるけどさ、もう魔法切れたかんね。魔法の切れる順番があれなんだけど、え、ちょっと待って、あ、忍者くんがいるね。忍者くんマジで出てんだよ。一体でさ、出てきた時はさ、マジザコじゃんとか思ったけど、ダクスとか攻撃しとこう。サラマンダーで、なんかくれくれ、パックンチョコかよ。だからさ、こいつさ、もともと四天王みたいなやつじゃなかったっけ。うわ、サンダーボルト、これ好き、やりおるわ。ちょっとまずいね、パックンチョコだとな。全回復しないからね、ロイヤルゼリーを使わないと。こいつもさ、間違えた。クイックレベル3、クイックがかかってる間に次へ急げ。また忍者か。右の忍者はハイボールで倒す。手裏剣だけ切ってんね。こいつは肉弾戦で倒そう。え、まだ生きてる。ヒットモード結構高いな。宝箱くれ、パックンチョッカー。なかなか今は落としてくんないね。ただ通れるだけ？ただ通れるだけだし。駅？もしかして。け、電磁バリア。こっち辺なんか。あるかな？開いた。シャッター？電磁バリアっていうか。だってこっちから行けないからね。降りるしかない。これ上に行ったら攻撃ができねえんだけど。貴様には死んでもらおう。君にも死んでもらおう。魔法で行こう。ファイアボール当たった？当たってなくね。まだ生きてるか。しっぽいのエクスプローラー。これでそんな通らないんだよな。レベル不足、そんなことないと思うんだけどね。オッケー、あいつもまだ生きてる。倒そう、せっかくだ。
え、ヘイブル当たった？当たってなくね？え、当たってない？何なんだあいつは。お、こいつは何のためにいんの？この前はよくもやったね。そうだそうだ、お前たちのこと調べさせてもらったよ。聖剣の勇者だって、この子供が笑っちゃうね。何が勇者だもんかね。お前たちが剣を持ってるのは何かの間違いだよ。さあ剣をこっちにおよこし。そうだそうだ、ありゃ相当高く売れそうですね。おかしら、バカバラすんじゃないよ。こうなったら力ずくでもいただくよ。スーパースペシャルデラックスゴージャスロボ2ダッシュターボプラス、デスマシーンとして蘇ったその名もジロー君がお前たちをやっつけちゃうからね。まあ、とりあえず魔法でいいか。いて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 、急にしちゃった。その間にちょっとファイアボールしまって、で、プリムは一回回復させよう。ちょっとその間にまたデスマシーンにファイアボールをさせよう。もう使えないわ。くるみくるみ、え、倒した魔法のくるみもったいなかった、まあ、別に変えるからね。弓矢、強すぎる。それは本物の勇者。このドジ誰だい。偽勇者だなんて言ったのは。ほら逃げるよ。アイエイザー。こいつらがストーリーに絡んでくる意味がわからんなんか意味あるか。お、入ってそうだね。そろそろ一緒のとこじゃん、出てきたの。え、どういうこと。え、なになになに、どっから来た。こっから来て、あ、こっから入ればいいの。もうさらにまた新しいワンコが出てきた。しっかり避けてくるね、ヘルワウンド。相変わらず当たらん。オッケー、ブレイズウォール。ブレイズウォールか、左バンなのか。ポポイな、ポポイとプリムさんマジで何やってんだか分かんないんだから。こいつもでもクイックを使わないと当たらない系か。あそこカメみたいなのよね。とりあえず攻撃しておこう。剣が硬い。エレメントソード、名前は強そうだ。剣には剣を。本当にさ、このミス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 いい加減なんかストレスが溜まってくるんだけど。イービルゲート、誰が唱えてんの。こいつか。なんかベビーサタンみたいなやつだな。グレムリンか。え、どっちから行けばいい。とりあえず上行ってみる。あ、なんか杭があるけど、え、どっからどう行くんだ。あ、あっちにあんちゃん杭か。倒してから行くか。ポポイの魔法レベルアップ3なんだ。レベル7だもん。え、どれがどう効いてんだ。
セーバー、ストーンセーバーって石になりそうだからね。すげえ食らうんだけど、そんなことより攻撃強すぎでしょ。アブソーブ野郎がいんの、それはちょっと厄介だな。あーで最終的にこれをガチョーンって下げていくんだろうな。こっちもまあいけるといえばいける。デビルマガジン、しまってんね。ちょっと待ってね、すげえな。ここは何にもなし。だいぶ複雑だな、マナの神殿とか。あいつどっか出てきた。突っ走るだけ突っ走るか。ああ、スイッチ変わるね。こういうふうに開けましたと。ここはそんなに敵がいないから一回ウンディーネで隠させよう。よし、で真ん中があれ下とか行けるの。ちなみにあ、行けるは行ける。あ、ここから出てきたんだよ。どうなってるんだ。まあサムネにしよう。サムネの攻撃弱いかんね、ムチより。だからさ、ピンはさ、どこ攻撃してんのこの子、マジで頭悪すぎでしょ。待て、あ、これじゃ来ないんだ。あ、あいつ上のやつを攻撃してたのね、多分。当たってたか。ちょっと引っ掛けよう。クイックかけるだけでだいぶ違うね、マジで。硬いな、こいつら。ワンクイックじゃ倒せなさそう。ギリギリか。で、どこへ出てきた。そしたらこいつは魔法を唱えておこう。こいつの魔法を唱えておこう。こいつの魔法を唱えておこう。あれ、一周してきただけだ。あれ、これいける？階段を浮上させないといけないか。いけないよね。いや、待って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 、階段を浮上させてないのか。いや、こっちの方もいけないしね。ちょっと一回撤収しよう。まあ、ここが開いたのはいいんだけど、いけないから、さらにこっち行ける。グレンリンってこの手だっけ。一人にすれば効くか。ストーンセーバー、あの宝箱気になるけどさ、ちょっと取れないのよ。うわ、魔法が消えてしまった。351、剣のパワーアップ。よっしゃー。あれ、これ上行くとどこ行くの。何にもない。またこいつは復活してんだよね。
全てをスカートする。あれ、じゃあこことここは違うってことか。どうなってる？アブソーブ。とわからん。ちょっと待って。意外に死にそうだしな。最初のところは下に行った方が良かったか。そこまで戻んなきゃダメ。ちょ待ってよ。食らってさ、こっち来ちゃったんだけど。もう何なのよ。行けないんだけど、これここ戻れない。これ戻るんじゃないの、もしかして。杭を打つ場所が違うか。こっちから戻れってこと？一旦魔法で解こう。あ、ここだ。ジャンプしながらファイアボールを唱えるわけではない。下に行こう、下に。こっちから。ポポイヒットポイントまたやばくなってんな。パックンチョコを食わしてあげよう。これあれだよね、段差だから当たんないよね。おおお、なんかそれっぽいところに出てきた。マサムだな、やっぱり。かけよう。タカノコ、なんかいいの、クレック。天使の聖杯。お、いいね。ちょっとこいつをぶっ倒してからゆっくりディテクトをかけよう。てかやっぱファイアボールかけないと燃やし尽くしてくれるわ。まだ生きてるか。あ、倒した。ディテクト逆側にもありそうだね。そうするとノームって言われてもな、なんか難しいからな。ダイヤミサイルかできた。よし、どこかで音がした。どこだよ。逆もちょっと行きたい。ありそうだから。あれ止まった。これさ止まるんだよね。もうなんなの。オートセーブがあるからいいけどさ。じゃあ続きをやっていきましょう。まあちょうど本当に入ったところだね。またあれになったやだな。珍しいよね、こうなんか止まるってプレステ4で。もうちょっとブラッシュアップしてほしかったな。どうせ出すんだったらこういうさ、なんていうの、あれも調整バランス、ゲームバランスとかも。クロノトリガーのスチーム版もさ、なんかそのまんまみたいだからさ、結構評判は良くないっていうね。前も言ったけど。あれ、なんか出てきた。別の敵なの。マジックパワーも2しかない。これマジックパワーなくなったらさ、先進めなくない？一回戻んないと。まあ、魔法のくるみがあるから別にいいんだけど。うん、いいね。フリーズしか捉えられないよ。まあくるみ食わせるけどさ、めんどくさいから。
け。魔法唱えてられたらクルミ食わせらんねえのか。で次こいつにクルミを食わして、やりー下当たってないよね絶対ない。こいつらは無視。一番最初にこれをやっとくべきだったね。まあいいか。で2階に行こう。でどこかってどこ。ムチムチムチ。ああなるほどね、この左右のところが開いたんだね。こういう順番なのか本来だったら。でまたこれか。ヘッドはムチとかちょっと使いづらいんですけど。1レベルアップした。近いなお、レベル上がった。とはいえさ、さっき魔法の組み食わしたばっかなんだけど、魔法が消える前にひたすら攻撃をするってこと。ジンっぽいね、なんとなく順番に来てるっぽい。それかサラマンダーかジンだ。マジックパワーを使わせられるね。ジンに関してはな、2つあるかんね、ノームと一緒で。おお、基本魔法で大丈夫そうだ。結構やかましいよね、ドカーンみたいな。え、どこにいた。ムシ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 、こっち側に行こう。どっからワープしてきてんだよ。そこでさ、今見た、わかった。そう、なんか回避をしてさ下に行くっていう。あれ、なんだ、え、アブソーブみたいなのだった。どこ、肉弾戦で倒すしかない。ちょっとめんどくさいから早く捕まえよう。もう一回、でもその間にディテクトを唱える。効率よくいこう、効率よく。クリスタルオール、サラマンダー、ちょうどセットされてる。でだよ、この先がよくわかんないんだよね。出た、アブソーブ。ちょっと待って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 、アブソーブは嫌だ。どこだ。うお、食らったか。こっちが開いたのかな。さっき開いてなかったよね。そんなことなかった。わからん、どこが開いててどこが開いてないのか。行ける、そうか、ここの道があれなんで開いたんだね。ハヤボールを頼ろう、すべて。とにかくハヤボールをもう。デビルマグチがボロくなったって。のろくしたってさ。ジン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 、大活躍だね。あれ今誰にやった。
お、クリスタルオーブに入ったか。ウィルオーウィスプ、ウィルオーウィスプはもうプリムしかいないからね。セイントビームレベル0、8も使うんだよね、マジックパワーで。右側に行きましょう。じゃあこっちか。でこれもすげえ闇っぽいね。見た感じ闇だね。見た感じでいいのか。あれ今どうなった。ファイアボール全体にやったのか。全体にやると結構落ちるからね、威力が。闇のシェードもね、全然魔法使ってないんだよね。レベル上げしてない。だからこう騎士に神の罠だったたまに普通に死ぬからね。ロイヤルゼリー使おう。よし、これダークホースでいいか。先がどっちだ。剣パワーのところは何もなかったから、あれどっちだ。ここに来てあそこが開いたけど、こっちは特に関係ないもんね。進めるように、あーなってるね、なってますね。こっちは行けるようにはなってないから、一旦左へ行くか。あ、デビルマガジンにセットされたな。うちはいいか。うちは前方に長いからね、意外にね使いにくいんだよね。その真正面にしか行かないから。待って、いっぱいいる敵が。うお、魔法跳ね返された。やばい。ゴッ、さすがにサラマンダー返されると痛いな。めんどくさこいつ、勝手にしてくれや。ファイヤーかけてる。これでこっち側に行くのか。で、これどこよ。どうしたの。押してこっちも押して、で、あ、ここも押すか。で、ちょっとずつ道が切り開いてんね。あっちも切り開いてくる。ほうほうほう、それでん？どうすればいいんだ？いや、結構複雑だよ、ここ。もうここにマジックパワーないからね。ん？どうなってる？杭が出てない。あ、あそこ杭がいけるか。こっち。いけるか、本当に。いけないだろう。届かないよね。あ、これ全然届かないわ。そういうもんじゃないわ。え？待って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 。
送り見かせるか。いやなんかスイッチ押してないのかまだ。一周しないといけないからな。ホーリーセーバー邪魔。で一旦戻って、いやここはあれだね、これ難所だね。やったやった。あれどっから来たっけ、そもそも。こっちなんかやることあったっけ。あれどっか行った、本当に。あでこれそうだ、ここで落ちたんだよね。何にもない。こっちも何にもないかな。何にもないよね。ムーンセーバーか。でここの2つやって、ここ武器パワーがあったところで何にもないはずだから、いちゃひってうるさい。痛い。もうなんなの。こっち下とかもいけない。やっぱりじゃあこっちか。下？どう来たっけ？あ、そうだよね。ここ行っても、いやでもこっちじゃないな。こっちもやったからやっぱこっちだな。どこだ？どっか見落としてるか？ちょっとやばくなってきたな。雪だるまがワープしてきた。一回回復させよう。このステッドグラスとかは意味なさそうだからね。ヘルハンド振った人意味ないっしょ。すげえいっぱい出てきたな。ブーメランレベル7。もうブーメランと弓矢しか装備させてないからね。さ敵がいきなりいるの。どっからかこいつ現れた。突然現れたよね。でまあこっちだよね、やっぱり。だって行ってないところとすれば下の方とか。でも下の方もなんもないからね、正直。突死を食い止めた。攻撃でね100当たってくれればいいんだけど。何これ、なんで50しか当たらなくなったの。ムーンセーバー痛い。あムーンセーバーはあれか、吸収してくるのか。いやでもやっぱそうだよね、こっちだよね。死にそう。いや死んだら死んだね。聖杯はいっぱいあるんだ。でこっちも何もないもんね、まあ、本が一冊あるだけで。でもやっぱこっちだよな。ちょっとクリームロイヤルジェリー使うか。で、お礼の送りはまず無知にしとく。どっからどう、あこっち行けそう。なんだよ、画面の外じゃねえか、見えねえよ。900とか。
さ、これファイアボールだけでいいや。ファイアボールだけ倒せねえわ。よしよしよし、レベルが増えた。これなんかドリアドスか、違うな、ピンクだもんな。ルナか、ルナってなんかあったっけ。やるの、まだ生きてんのこの本。ルナ使おう。なんかある、クリスタルアブソーブとか使えんの。ゲーアブソーブだし、これで逆側かで全部使い果たすよね多分。いるで、こっち側に戻ってに行こうか。いや分かんなかった、下見えなかったわ。これサラマンダーはもうファイアボール2回やれば1体ずつ殺せるかな。待って、なんか勝手に行っちゃったんだけど。ハックンドラゴン食われた。こいつめんどくせえやつだな。魔法で攻めよう。500ずつ当たるから。ハモ倒した、スピアのパワーがアップした。あ、これもしかしてショートカットができるようになったんじゃないか。あ、そうだね、君らが地下の敵を引きつけてくれたおかげで近道ができた。これで大神殿にすぐ入れる。ちょっと剣を使いたいからね。君らが地下の敵を、お前に話したいんじゃない、こいつに攻撃したかったんだ俺は。ちょっと一回退散するか。黄金の町あたりでいいでしょう。近くにある？ない。魔法のくるみとかやっぱ買いたいからね。黄金の塔に入っちゃったよ。まっすぐ町が近いからいいんだけどさ。めちゃくちゃ溜まってそう。いらっしゃいませ。めっちゃ溜まってんだけど。ぷいぷいしょって使ったっけ。他にまたお越しください。じゃあセーブして続きは次回やっていきますか。はい、というところで、じゃあ今回はこれにて終了、なんか時代劇みたいなあれになっちゃったけど、今回はこれで終了したいと思います。次回は、大神殿の中からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。